ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は近鉄新大宮駅 JR 奈良駅 2way アクセス可能な分譲賃貸マンションローレルコート新大宮南をご紹介させていただきます。まず、最初に紹介させていただくのはこちら、本当に広々とした LDK のスペースとなっております。まあ、こちら側にダイニングテーブルですね、そして向こう側にソファーやテーブルなどを置いていただいてゆったりとくつろぐことができます。またこちらのお部屋は南向きとなっておりますので、非常に窓も大きくて明るいお部屋となっております。そしてこちらからバルコニーに出れますが、こんな感じで非常に広いバルコニーとなっておりますので、お洗濯物も十分干すことができます。そしてこちら側ですね、キッチンをご紹介させていただきます。キッチンはこんな感じで、L 字型のタイプとなっておりまして、キッチン自体も独立しておりますので、キッチン用品は全てこの中に置けて、すっきりと使うことができます。コンロは3口のガスコンロがついておりまして、魚焼きグリルもございます。収納もですね、ここではちょっとご紹介しきれないほどございまして、こちら上の収納ですね、あと下の収納としっかりとございます。またこの横にも非常にたくさん収納がございます。冷蔵庫はですね、この辺りに置いていただければ便利に使っていただけます。また水仕事をしながらですね、すぐ手の届くところにリモコンの給湯ボタンございまして、ここですぐに温度設定はしていただけます。またこちらのお部屋はオートロック付きとなっておりまして、オートロック部分にですね、モニター付きのインターホンがついてまして、お部屋と連動する形となっております。そして、キッチンのところ出ていただければ、このように和室の6畳がございます。こちらの和室はですね、もちろん先ほどのリビングとこんな感じでつながっておりますので、仕切っていただいて、寝室などに使っていただくのもいいですし、開け放していただいて広く使っていただくこともできます。こちらの和室は収納がございます。こんな感じでですね、押し入れとタイプの収納がございますので、かなりこんな感じで広くなっております。また上もですね、天部橋みたいな感じでこんだけ収納がございます。そして、こちらですね、順番に紹介していきます。まず和室を出て廊下に入れると、こんな感じでトイレがございます。トイレの上の方には棚もございます。そして、洗面所、お風呂ですね。洗面台は、シャンプードレッサータイプとなっておりまして、非常に大きいものがついております。またコンセントなどもしっかりございますので、ドライヤーなども使っていただけます。洗面所の裏にはですね、こんな感じで洗剤などを置いていただくのに便利な棚がございます。洗濯機はもちろん室内に置けますので、ご安心ください。そしてお風呂の方もかなり広くなっておりまして、ゆったりとくつろぐことができます。上には浴室乾燥がついておりますので、十分使っていただけます。あとは洋室2つご紹介させていただきます。こちら共用廊下側の洋室となります。こちらもですね、広さしっかりとございますので、ご夫婦の寝室や子供部屋にぴったりです。こちら開けていただければ、こんな感じでコートなどもかけれるクローゼットがついております。そして、廊下を渡って最後の1部屋ですね、こちらも共用廊下側のお部屋となっております。こちらは子供部屋にぴったりのお部屋となっております。もちろん共用廊下側なんですけど、エアコンつけることができますので、ご安心ください。収納もですね、こんな感じで長いものも十分かけれますし、衣装ケースなどを上や下に置くこともできますので、十分、クローゼットとして使っていただけます。そして最後は玄関のスペースです。玄関のスペースはですね、非常に大きい下駄箱がついておりますので、靴の収納はバッチリです。また分譲マンションならではのこの玄関に網戸もしっかりとございますので、夏場とかですね、風の通りを良くすることもできます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。